レンジャー V-770 レンジャー V-770 は1930年代にアメリカ合衆国のフェアチャイルドエンジンエアクラフトのエンジン部門により開発された航空機用空冷倒立 V 型エンジンである。1931年に空冷直列エンジンのレンジャー6から440を元にして V-770 は設計図面に現れ、 ボートエスソニー U-1 偵察機に搭載されて、テストされた。1938年に、カーティス s o 3 c c ー偵察機に搭載されて、テストされ、低速飛行時のオーバーヒート傾向を伴う、信頼性の問題が発見された。1941年により熟成された、v、V-770 がザット -14、ガナー試作機に搭載され、 量産型のフェアチャイルド AT-21 がなぁ、練習機へ採用するに満足な結果を得た。1941年から1945年に生産された V-770 はアルミ合金製の2、分割クランクケース、アルミ合金製、シリンダーヘッド、アルミ合金製冷却品付けのタルカタチシリンダーを有していた。V-770 は、 非常に数少ない量産に入った V 型直列空冷エンジンの一つであった。このエンジンは比較的小数が175機生産された総発練習機のフェアチャイルド AT-21 ガナーと2機のベル XP-77 を含むアメリカ陸軍航空軍の航空機に使用された。V-770 から4ボート X ソニュー U-1 偵察機に s g v 7 7 0 d 5戦後の民間機向きに開発された。700HP アット3、600RPM、重量 395kg、全高31.11イン、全長74.92イン、全幅33.28インジェーンファイティング、エアクラフトオブワールドウォー2より、ありがとうございます。